はいどうもロズティアです、はい、今日はちょっとねなんか、あのー、話したいネタというか、まあ、話すことなくはなかったんだけどちょっともうあえてというか <laughs> あまりにもなんであまりにもっていうか多分過去1過去1までいかないかもしれんけど過去23ぐらいには入るトップ3ぐらいには入るぐらい、あのー、昨日のラジオが回ってて、まあ、ちょっとあまりにもちょっとおもろかったんで。 しかもね、まあまああ、まあまあ、とりあえず、あのー、見てない方に説明すると、昨日はあは、のー、ガーシー、あのガーシーチャンネルが、まあなんか、YouTube がバンされたんかな、多分。俺もね、その動画見てないんよあの。切り抜きとかでたまに見たりとか、ツイッターとかで晒されたりするのを見たりするのはあったり、まあ、あと TikTok とかでたまに見たりするぐらいで、その実際の,そのガーシーチャンネルをちゃんと見たことがないんで。 その配信とかをねなんでそのはっきりしたそのバンされたからどうのこうのとかっていうソースはないんだけどまあなんだろうそのバンされたとしてもそのなんだろう別のチャンネルで動いてるかもしんないからサブチャンとかで動いてるかもしんないからそのはっきりしたことは分かんないんだけどまあとりあえずそういう話が出ててまあご本人もそう言っててガ昔その東谷さんがね言ってて。 そのバンされたんじゃなくて休止中なんですみたいなことを言ってたらしくて、まあ、ちょっとよく分かんないんだよね、まあ、おもろくなってきたわみたいなことを言ったから、まあ、やられたのはやられたんだろうけどねそのツイッターとかいろいろ SNS を潰されたりとかしてるみたいで潰そうとしてる層がいるみたいな、まあ、これは陰謀論とかじゃなくてその芸能界とかいわゆる既得権益みたいなものがあって、まあ、そういうのでその、まあ、確かに。 その彼の存存在在は明らかにに邪魔ななる存在なんでまあ芸能界にとってもその配信界隈とかでもその自分が晒されるリスクがある人間からしたらその厄介極まりない存在だからっていうだからもうそのなんだろうその陰謀うんぬんかんのじゃなくて単純にその利害的なものでその潰したい人間はいっぱいいるだろうなっていう話を昨日したんだけどまあ,あとその芸能界との関わりがある YouTuber がうんちゃらかんちゃらとかあとその。 もしこれでリーク系が全部ダメなんだとしたらこれこれとかもやばいよねとか鳴る神さばきとかあの辺の VTuber 系のやつもやばいよねとかっていうまあ他にもいるよね VTuber でもあのリーク系やってる人いるからあとそのアンチをなんかそのなんだろう物申す系やってる V の人もいるからまあそういうのも含めてその全部ダメになっちゃうよねみたいな話危ないよねっていう話を昨日ちょっとしてたんやけどまあそのその動画がその昨日の動画が えと今の時点でこれ撮ってる撮り始めた時点でまあ言ったら12時ぐらいえと15日日付が変わったぐらいにえと確認したところえっと550弱ぐらい再生回ってて1日でねだこれは結構過去1に近いんじゃない過去1か2ぐらいぐらい回ってます。 でまあその過去12はいいんだけど例えばさ今までのさ三毛猫さんの話とか、まあ、あとその AV チューバーのくだりとかねみたいなそのアドのあるさ動画とかまああとうちのコンテンツにまあそぐってる内容とかねまあ言ったら V t u b e r 評論っていうもので回ってるんならまだわかるんだけどガーシーに関してはほんまにねた,そのたまにある時事ネタを切ってみたっていうさ本当に俺の中の小ネタだったんでまあ その話題のネタだしその芸能界の闇みたいなタグもつけてるから、まあ、多分それで回るだろうなとは思ってたよその200 300ぐらいは回るだろうなとは思ってたよだけどここまで回るとは思ってなくて何これ珍しく回ってねみたいなその三毛猫さん以外のさその強めのネタでさ珍しく回ってねみたいなこんなに回ることあるみたいなだって今までもあの宮迫さんの話とか牛宮城のねあの例のね あの剣とかあとそのウィンウィンウィンまあこれも宮迫さん入ってるけど「あのオリラジのあっちゃん」とかねあの辺の人とかまあああいう界隈のまホ、あ、堀エモ門とかもねああいう界隈のその闇闇というかさなんかそのアンチはこういうこと言ってるけどこれってどうなのみたいな話をしたりとかしたことも何回もあるんだけどまあ回ってるよその何でもない話よりは回ってるけどそのはっきり言って。 100いったらいいぐらいのレベルだったからね。それが1日で500もあるんだったら <laughs>、うん。この話もそのこの話っていうか、まあ、たまにはじじ。まあね。その一応、その vtuber 評論家っていうことになってるから、まあ、その v 界隈のそういうゴシップとかもたまには語ったりいいかなと思ったりするよね。今回のガーシーとか。まあ,あとひかりくんとか。 あの辺の話はえーとあとあのなんだっけ楽天の三木谷社長だっけあの辺もなんかリークされてかその裏の顔みたいなのがリークされてるんだっけ確かねなんだけどまあその辺の話はさもう V と関係ないからその V と関係あるそのリークとかその裏とかっていう話をちょっとしていきたいよねまあこの間のさえーとカラフルマジックとかさあの辺の話みたいなさそういうちょっと業界の闇みたいな あーとねまあ、その流れで一個言う,の言うんだとしたらこれちょっとツイッターでちらっと見てその知り合いの V の子がリツイートしてただけなんだけど、えーっとまあ、そのゲームとかでそのちょっといじめみたいなの、まあ、言ったらあのボイスチャットとかそのゲームとか、ね、FPS 系とか TPS 系のゲームやるときに、まあ、ボイチャでつながって、まあそのまあ、チームというか まあクランというかそういうのを組んでさ何人かでやったりするやんかあの荒野とか PUBG とか、まあ、あの辺のゲームね、まあ、他にも Apex とかもそうかなああいうゲームでさチーム組んで何人かでやったりするやんかそういうのの時にそのまあ何人かで組んだ時に余計野良のさその ボイスチャットが入ったりするやんかまあそういうのに対してさこいつ邪魔,邪魔だしそのんだろう指示ができなかったりとかさそのまとまりが悪くなってその配信の邪魔になるからそのこいつその潰してやろうぜみたいなんとかさ、まあ、そういうのがあったりするのがいじめだとか言ってるんだけど、まあ、そんなのどこででもあるでしょ結局さ配信して表に出てるからそんなこと言ってるだけでさそんなのどこでもある話でしょ。そんなな度が低いとこになれば ザラだしさもっとひどい話あるだろうしさ、まあ、だからこれを闇っていうのはどうなんかなと思ったりするんだけどねまあ確かに有名どころがやったら炎上したりするかもしれんけど無名なとこがやるんだったら全然大したことはないだろうしねうんてな感じかなまああとゴシップって言ったらさ、まあ、ゴシップもうすでにゴシップではないしもう俺も2回ぐらい取り上げてるんだけどまあ例のねあの雨、ー、宮 とな,ずなちゃんかなあの子の話とかねまああとあの総長の話とかね、まあ、あの2人がね同時に同期としてデビューするってあの V 少女でねデビューするみたいな話とかもさいろいろゴシップが出た、まあ、ゴシップっていうかもうほぼ確定情報なんだけど、まあ、そういうのだったりとか。 まあちょっとゴシップ系の,その V の話、まあ、ただ単にその V の誰かの評論をするとか V の紹介をするだけじゃなくてちょっとゴシップを語ったりするのもありなんかなって昨日ののラジオ動画の回り方を見て思った、まあ、ガーシーとかあの辺の,その V と関係ないけどそのまあ配信界隈とか YouTube 界隈の話っていうちょっと拡大解釈した流れでそういう話題を出すこともまあ今後もあると思います。VTuber 評論ではない内容も げたりはするそれは過去にもやってたことなんでゆっくり界隈みたいに昔俺が関わってたことだとかも含めてねそういう話も今後していくと思うんでまあコメントとかで今回のガーシーの件だけじゃないけどこういう話もしてくれとか早く VTuber になれよとかって言ってるやつもいたけどそんなふうに要望をさコメントの方に出してもらっても全然構わないんで俺が聞くかどうかはその俺の気持ち次第だけどね。 はい、まあそんな感じなんで、まあ、よかったらどうぞっていう感じで、えー、と今日も終わろうと思います。ロジちゃんですバーイ